いいですか、ミカさん次第です。始めます。ミカさんが OK だったら開けます。いいですか、ミカさん、いいですか、はい、お願いします。じゃあオープン。ありがとうございます、ありがとうございます。開幕しました、開幕しました。お願いします、おはようございます。お、一発目です、一発目でした。どこのパパだと思ったら、いや俺もパパだと思ったよどこのパパか、後ろにつきたい人は名前呼ばれた人の後ろについてきて、ここで終わります。本日このイベントの司会進行を担当させていただくのは MC 大輝です。どうぞよろしく。がっつり大きな歓声よろしくお願いいたします。それでは参りましょう、 DJ コーターバトルスタート。じゃあ、せーので、お母さんありがとうでいきましょう。開いてます。せーの、お母さんありがとう。はい、呼びに来ました、素晴らしい、ありがとう。はい、というわけでこんな母の日に開催するコネクトアップボリューム7、あ、いい質問が出ました、いい質問が出ました。軸の手は伸ばした方がいいのか縮めた方がいいのか、どっちでもいいです、どっちでもいいです。あとにチェアに持ってって、チェア持ってくみたいな、滑った後行け、はい、そこ蹴り出しが大事だ、片詰めには蹴り出しがめっちゃ大事です。ナイス、当たるで、当たるで、蹴り出しが大事、体が丸まって滑るときに、一つのサークルを作って一人終わ踊り終わったら2秒内に誰か出ないと全員が腕立て10回。よし、ルール思い出してね、じゃあそんな皆さんは一回こっちに来てください。一回こっちに来て、ちょっと固まって静かに、静かに来て、かっこよくなるのって絶対ダンスだけかっこよくなる面白い人もそうでしょ、普段から笑わせてる人が面白くて感動させられると思うんだ、ね、ね、なるほどでしょ、なるほど。で今日さっき大輝さんが母の日でみんなにありがとうございますお母さんにもって言ったじゃん、お家帰ってもう一回言おうからかっこよくなれます。まず一つ ね、1ポイント、そういうのをずっと積み上げていく、ね、それをダンスの瞬間でも音楽聴いてる瞬間でもどんな時でも学校でみんなと遊んでる時でも一緒、ありがとうって言える人になっていきましょう。絶対。よし、じゃあレッスンやろう。オッケー。なるほど。なるほど。約束な、みんな。みんな約束な、それ。さっき今言ったの。やれよ、みんな、やれよ。よし。この後の試合、おー、いいね。いい。ここでやったことないことに。